どうもです。KOF14 練習対戦研究実況プレイの35回でございます。アプデ待ちでね、ちょっと時間が空きましたが、この通り4キャラ増えまして、今回は、早速 DLC キャラ、一発目 VIP、投票関係なく、ここから4回連続投票関係なく DLC キャラをやっていこうと思います。よりあれこそにしようか。まあ、やっぱね、早めに数字取れそうなキャラをやっていこうっていうだけですね。これここでいくか。ステージも増えましたので、まあ、DLC キャラには専用ステージがないのでね。これ BGM がね、 2P キャラの BGM になっちゃうかな。リップはあれ、誰と対戦するときにあの曲になるんだっけな。なんか特定の組み合わせですよね、確かね。まあいいや。はい、とりあえずこんな感じで、モーションは非常に力入れて作られてますね。若干ね、こう飛びがふわっと前に距離が長くてね、おなじみジャンプ C のこうめくりがあるんですけど、これがちょっと飛びすぎて疲れやすいかなという気がしますね。早く出せば当たるんだけど、そうすると地上攻撃がつながらないんで、これ前しゃがんでいるところにちょっと遠目から飛んで C を当てればつながりますけど、立ってる状態に小ジャンでめくって壊しつなげるのはちょっと厳しいかなっていう感じですね、今回のリップは。まあ十分でしょう、しゃがみに当たれば。あと前に強くなった気がするね、なんかね。はい、というわけで、通常技から見ていきましょうか。大きく変わったと思うのは、立ちコアがこれ昔の近距離 A のモーションになりましたね。前は立ちコアがこれだったんですよね、確かね。これ、まあ、これ後でやるけど、こんな感じだったんですけど、これは特殊技になって、立ちコアはこれ結構早いですね。早いけど使わないかな、あんまりな。小ジャンプ防止に、まあ、なるかもしれないけど、おっと、なるかもしれないけど。で、遠距離 C が2段技で、まあ、モーションは昔と似てるんだけど、これ当てると引き寄せるようになったんですよね。これが、まあ、発動コンボに行けるんだけど、発動以外は特に何もできなくて、しかも当てて不利なんですよね。今回のアプデで相手のリバーサルコードを記録できるようになったんで、ダメージを食らった時に、強パンを振るとかいうことにしといて、こんな感じで、後ろ入れっぱしても今食らっちゃいました。という、危険な状態になっちゃうんですよね。あんま使いたくはないですね、これね。あとは、しゃが、Cが変わった、足払いになりました。昔は、シャガシーはなんかよくわかんないけど、くるくる回しながらこう上に振り上げる二段技、置き対空みたいな技だったんですけど、あれ何回してるのか俺よくわかんなかったんですけど、なんか回して、しかも当たるとなんか刃物で切ったような音がするザクザクいう謎の技だったんですけど、あれはなくなってシャガシーが足払いで、シャガ D が対空技みたいな感じになりましたね。これは対空で当てると浮くという技、追撃可能、まあ、ザナドゥと一緒ですね。という感じになった。ぶっ飛ばしは変わってないけど、硬直は長いかな。昔よりリーチも短いのかな。あとはあんまり変わってないかな。A 連、あ、ラッシュ見てくる、ラッシュ、あ、必殺技が出るから、まあいいか。3段目までこんなモーション、これもね、引き寄せるんですよね。確定もらいます、同じく。まあ、ラッシュは基本みんな不利なんでね。まあ、そういう感じになってると。ジャンプ攻撃は、ぶっ飛ばしはおなじみの、ムチドリル。これ判定、っていうか持続長いっす。判定も強いっす。これ、昔より強くなった可能性ある。持続が長い。
で、ジャンシー、通直ジャンシーは横に長いやつ。ジャンディーが、あ、これをキャン止めよう。ジャンディーは2段技。ただ、飛びが高いのか、こう1段目早めに出すと疲りますね。ジャン A はこれ、ジャン B も変わらず、飛びの判定は結構強い感じがするような、まあ、見た目通り鋭いですね。はい、ちょっと今回も時間長くなると思うんで、ひさざざ行きましょうか。特殊技投げからか。ストライクフリーアサシントラップ、ストライクフリー。昔の投げのモーションどんなだったっけな、なんか一本強いみたいな、背負い投げみたいなのがあったと思うんだけど、 D 投げか、それが、まあ、変わりましたね。うん、これ社外追撃はさすがにできない、できないよな。これ社外ね、追撃判定残ってます。今回もあんまり見ないけど、しかもね、なんか硬直がなくてね、こんな感じでね、当たってんすけど全く硬直がないので、ぬるっとダメージが入りますね。まあ届くところはやっといた方がいいっすよ。はい、特殊技ビップショット、これは昔からおなじみ。受けて、これ今回空振ると出ないですね。当たんないと出ないで、2段目で引き寄せ、相手が前後ろ前後ろっていう感じですね。5段で108、極攻撃からつながる。今回ね、なんか昔はなんか結構ボタン連打しないと出なかったんですけど、今回はちゃんと目押しで出ますね。あ、そう、金 D が変わった。金 D 2段技ですね。昔は蹴り一発だったんですけど、2段技で1段目は距離が離れないですね。うん、これは、5段目だけ必殺技でキャンセル可能、1から4段目は、発動クイック発動だけ可能かなっていう感じですかね。で、後ろ A がタロンショット、これが、まあ、一応新技、まあ、牽制で使うか、もしくはあのクイック発動できるので、ここから発動する。シャガコアが長くて軸が前に出てるんで、おっとこれ漏れるんだよね。ここから発動する。昔はコアコアタチコパシャガコアみたいなコンボあったんですけど、立ちコアが短いんで、今回はこれが割と安定です。はい、ブームランショット、必殺技の種類はまあおおむね変わってないんですけど、一部変更ありますね。まずブーメラン、硬直長いですね、ブーメランは。で、こう道、昔はぶっぱ対空技みたいなことでも使えたんですけど、無敵はね、弱はまずないかな。ちょっとある、弱ちょっとあるか、強パンにするか。あー、足元無敵っぽいですね。弱は足元にだけちょっと無敵がある。で、無敵切れると、発生攻撃発生と同時に無敵切れるタイプ。うん、追撃できたりするかな、無理かな。まあ、そういうさ、そういうせいの対空にはならないですかね。あいつなる、うん、まあならない。今日は上に強いのか、逆にっぽいですね。今日はそうですね、下段は無敵なし、弱下段無敵、強上半身無敵ですね。アリスの勝利もそんな感じなんだよね。で、あ、そう、2段目当たると投げると。昔は2段目が何でも判定だったんですけど、今回は違うような気がするんだけど、あんま確認する方法かな。掴むのが遅くてね、掴むのが遅くて、ちょっと確認が、うん、
これはただ繋がってるだけだからな。わかんないですね。何でも判定かどうか。まあ、何でも判定だったとしても特に使う道はなさそうな感じですね。で、マックスマン、EX マンは、当たると、2回叩きつける。まあ、コンボの締めに使ってもいいですけど、やっぱり終わった後の硬直、成立した後の硬直が長いんで、そこで攻めが途切れちゃいますね。うん。あ、そういえば、ウィップは声優変わってないですね。菊池志保さんでしたね。まあ、相当ブランクがあるっぽいですけど、やっぱり、ウィキペディア見たらもう全然活動してなさそうだったんで、しょうがないですけどね。で、あ、そう、敵も見てないな。敵は、多分いつは全身無敵でしょう。この EX だけ全身無敵の調整をちょっと変えてほしいんですけどね。意味ないからね。で、ストリングショット ABC。A が、これ、長押しで溜めれる。離すと、攻撃。A は中段ですね。こっち回と2段技。三段技だった。三段技っていうかまあ、ここだけで二段当たってるからか。A は中段ですね。二段目だけ中段ね。で、A を押してると間に D でキャンセル。やめ。うん。ちょっとだけゲージ溜まるかな。ちょっとだけだね。ゲージ溜めには使えないですね。で、B が、引き寄せ。引き寄せた後は、近ければタッチコアとか、タッチ C が一応繋がる。うん。遠いと、シャガコアしか多分入んないかな。あ、出た。ブーメラン、弱ブーメラン確定しないですね。シャガコアしか入んねえかな。こんな感じですかね。まあでも使えるかな。ガード崩し、暴れ潰しみたいな感じでこうガードの上からこういう時にねこういうので試せるんですけど、ガードした後に壊し暴れとかしといてガードさせて、こうか、こんな感じにしといて、こういう感じ。遠いとちょっとダメか。こういう感じですかね。暴れをつかめるのかなのかなというぐらいですかね。はい。やっぱこのトレモのリバーサーコードの設定はね、重要ですね。トレモの効率大幅アップですね。これも闇ができて、であと C が下段。うん、踏みつけ。今回はね、社外はここから入んないですね。なんで、銃で撃つあれもなくなったので、こっから、追撃はね、ソニックスローターだけなんですよね、今回は。はい、それはまあ後でやるとして。で、ストリングショットの EX 版は、これ中段なのかな ?A の EX 版になってるんだけど。あ、中段なんですね。なるほど。ガード崩しになりそうですね、これ。とりあえず発動して突っ込んでこう。っていう感じで、当たると浮かせてブーメランが当たるんですけど、これ最速だと、あの強ブーメランいけるか、ちょっと待って、強ブーメラン EX が入んねえのか。 EX がなんか早すぎて入らないんですよね。
ちょっと遅らせないと入らない。うん、ダメージ、ちなみに強パン強パンからいって DX ブーメランだと328で、これがねソニックスロット、ソニックスロータじゃない、ストリングショットが2回入って2回当てると、あ、こっちの方が減るな。2回入れて強ブーメランの方が減りますね。ゲージがあれば先方だといけるんかな。あ、いけるな。じゃあ安定ですね、これ。 EX ストリング、 EX ストリング、強ブーメランが、まあ、安定1ゲージコンボですね。はい、っていう感じ。 EX は長押しで貯められません、貯められませんね。はい、で次がフックショット、コードつむじかね。これ昔はねコード風だったんで、確か調べたらボタンもね竜巻パンチですね。昔はアタックつってなんか蹴り入れる技だったんですけど、今回は上に上がるだけ、フェイント技みたいななんだけど、これが結構なかなか強くてですね、ジャンプ弱パンキャンセルで出せます。最低空でもコード制限なく出せます。で弱強で距離が変わって、だいたい弱だと表落ち、強だと裏落ちみたいな感じになりますね。でここで、まあ、ジャンプ C ですかね、まあ、これを裏行き過ぎちゃうとやんけど、これがなかなか、これで張り付くのが強い。でこれ何回でもキャンセルできて、これはずっと出せるんですよね。出続ける限り、当たり続ける限りは。あと、ジャンエも結構めくれるんですよね。うん。なんでまあ、こういって、ジャンエめくりもありかな。ちょっと難しいか。今、めくり表落ちっぽかったな。うん。まあ、そういう感じの技で、 EX 版はもっと速いスピードが上がる。これ前を押すと前行くね。みたいですね。前を押すと裏行きますね。自分で距離を変えれると。これは、まあ、見えないでしょうね。まあ、前後転飛んだら見えたら 前転するのが安定なのかな。そういう感じの技ですね。昇竜を釣ることもまあできますんで、結構使いやすいですね。で新技のクレセントスワッターコード FS、 クレセントスワッター部活で、これはまず中段技、まず中段技です。当たるとビターンと、リーチはまあそこそこなくはない。で、飛び道具跳ね返せる、こう入力してすぐではないんで、ちょっと構えてからですね。こんな感じ、なんか空気の玉みたいなみたいなのが出る。うん、っていう感じですね。まあ、これを縦に突っ込むのがまあ安定ですかね。で今回の調整で、まあ、ウィップだけじゃなくてアテナとかもそうなんですけど、クーラーとかもなんか弾レベル関係なく何でも跳ね返せるようになったんですよね。もうマックス版昇降拳だろうと何でも返せるんですよね。ちょっとその調整はどうかと思ったんですけど、まあまあいいんだけどさ、ちょっといいよりじゃ試せないですけど、超飛も跳ね返せるようになりました。これはどうなんだろうな。これはだ、これは分かんねえな。お、返せる。今返してたな。
ちょっと難しい。あ、返せますね。そうなんだ。で、EX 版で跳ね返すと、段数がまず増える。3ヒット技 ?3 ヒット技になる。まあ、EX サイコボールみたいな感じですね。じゃあ迷おう。あ、ちなみに EX 版当たると浮きます。ゲージマックスになってる。1500。浮いて、まあ、ブーメランとか、ができると。まあ、余すことはないだろうけど、ガード崩す使い方はまああるか。大計画つながる。そんな感じですかね。まあ、弾跳ね返す、もしくはいきなり近距離で使ってガード崩すっていう技ですかね。これもスパキャン可能でね、超飛がつながるんですけど。ではその超飛、ソニックスローター、おなじみソニックスローターなんだけど、今回無敵はあんまない。ちょっとあるね。ちょっとは、ちょっとだけですね。通常版ソニックスローターの無敵は昔ほど強くはないですね。当たるとシャルウィーダンス、これもう昔とそのまんまですね。動きは完璧に再現してる。まあ、こういうコンボも昔からありますが、今回のソニックスローターの一番の変更点はダウン追撃になるっていうところで、ちょっと今のは難しいか。まあ、まずこれ、あの受け身取れない、こういう技からスパキャンで入る。なんか一発目で浮いて途中から全打ヒットする。あ、そうそう、途中からね、全打ヒットするんですよ、今回は。こんな感じで、昔は途中から当たってもカス当たりだったんですけど。で、あとこれね、こんな感じ。っていう感じですか。1ゲージ版はね。で、2ゲージ版はこのね、この顔よ。この顔、なかなかの煽り性能高いんですけど、まあ、これも同じく何でも判定というかダウン追撃判定ですね。最後の方変わりましたね。デラックスはなくなっちゃいましたけど、あんな感じ。こっちは無敵はどんなモンスか、あー、わかんない。発生が早い、発生が早いのが、まあ、無敵もあんだろうな。わけない。あ、強いね。というか無敵関係なく投げてるように見える。おお全部抜けた。ってことはずっと無敵なのかな。それ強いな。あ、負けたわ。いいよりも強かったわ。なるほど。で、次がデストラクションバラージ、コード YGW、これも新技、真空系。イヤリング爆弾を投げて、鞭で叩き落とすというか、爆破させる、起爆させる。これは4個爆弾投げてますけど、1ヒット技ですね。1ヒットで185。ソニックスローターよりダメージ高いんですね、こっちの方が。で、使い方としては、あ、そうそう、こんな感じで、イヤリング残るんだよね。ちょっと面白いんですけど。無敵はないっす。コンボ用っすね。これがまず、ブーメランキャンセルソニックスローターは微妙に難しいんですけど、
デストラクションは真空なんで、もうブーメランから波動系だけで出せるんで、すごい簡単ですね、これは。すごい簡単で、社外入ります。社外が入ります。連打で届きます。で、一応ね、頑張ればね、ダッシュソニックスローターが入るんですけど、それ難しいですね。で、出れば繋がるんですけど、これ難しい。画面始まるか簡単なんですけど、こんな感じで繋がります。はい。で、あとはこういうとこから参ったっけ。こんな感じで入りますね。うん。マックスパンは2回爆破させる2ヒット技。こっちの武敵はどんなもんですか。こっちの武敵は、ちなみにデストラクションバラージね、近距離だと綺麗に当たらないんですよね。立ってても綺麗に浸かるんで、まあパナシ技じゃないからね。コンボ用ですね。まあこんな感じ。こっちは結構猶予長いんで、こう前転ソニックスローターとかが入ったりするんだけど、ああ違う違う違う、こんな感じで入るんですね。これは入んない。そんな感じ。コンボはね、ダメージはソニックスローターよりデストラクションの方が高いっすね。ただまあコンボ伸びてって補正が乗ってくると、ソニックスローターの方が高くなるなったりもまたしますね。 KOF 特有のなんかよくわからん補正のかかり方があるんですけど、はい。でクライマックス、リブラビティブランディング、言いづらい感じのクライマックス、流行コマンド P ですね。という感じで斜めに飛んでいく対空技っぽい感じなんですけど、まあコンボに使いやすいですね。これいろいろ当たりますね。464で、まあ結構減りますね。昔のアタックのモーションから叩きつけるという技で、これも流行コマンドなんでブーメランからつなげやすいですね。あとはソニックスローターからも入るし、入るし、マックスバンからもいける。マックスバンはもう全然当たった後にいけるんで、終わった後に入る。はい。これもこれいけないっけ？いけないか。あ、入るか。なんか近すぎたら入んなかったりしたような。これ入んないかも。あ、そうなっちゃうね。場所がちょっと微妙ですね。まあちょっとそんな感じでいろいろつなぎやすい技ではありますね。はい。敵とかはどんなもんだろうね、これ。あるね。今回アップデでなんか基本的にクライマックス無敵ついたみたいな、そんな調整ですよね、他のキャラも。はい。でもう30分になりそうなんで、ここからコンボ行きたいと思いますが、まあ、基本はやっぱりめくり、張り付いてめくって、もしくはもうこういうので崩していって、これ疲れやすいんだよな。崩していって、まあコアコアシャガコアブーメランが基本ですね。コアコアシャガコア、まあでもやっぱ発動したいんで、コアコアシャガコアタロンショットですね。で禁止って言って、
ストリング、ストリング、ブーメランが基本コンボですかね。そんな難しくはないです、これは。で、高いのを狙うときは、2ゲージコンボ、今の1ゲージコンボね。で、2ゲージ行くときは、EX ストリングを1回にして、ここから、強ブーメランデストラクションですかね。で、社外へ入れると。このコマンドが非常に簡単なので、これ中央だったらね、ちょっと走って社外映画ですね。そんな難しくはないです。で、結構減りますね。うん、前連打しといてバチンと、こんな感じで結構減る。で、画面端だとシャガー D でちょっと伸ばせるので、ここからシャガー D 強ブーメランデストラクションシャガー A みたいな感じになりますかね。うん、やっぱブーメラン締めはね、画面端から相手逃げちゃうんで、場所入れ替わっちゃうんで、デストラクションバラージで締めたいとこですね。うん、で、コンボルートはね、先方中堅対象で全然変わらないんで、まあどこでもいいんだけど、やっぱデストラクションで締めたいから2ゲージ以上欲しいっちゃ欲しいんだよね。先方でもいいと思うんですけどね。画面端追い込むのを別に考えなければ。画面端に追い込んだらめっちゃ強くなるってタイプのキャラでもないんでね、多分ね。まだよくわかんないですけど。画面端だとこういう技が生きてくるのかもしれないけどな。シャガ大系の対空がもうちょっと早かったらね、強いかもしれないですけど、画面端。ちょっとまだわかんねえな。うん。で、あとは、まあ、コンボ基本それでいいんですけど、最大狙うときはウィップショット入れたいですね。これ入れたいですね。うん、ここに行ってみたり、ダイナマイ、画面端でも同じくですね。最大は多分こっちですね。これが今んとこ飛びからの最大かなと思うんだけど、846ね。コンボはそんな難しくないっすね、慣れればね。難しいのはやっぱり立ち回りなのかな。守りもあんま強くなさそうなんでね。ソニックスローターブッパーは多分弱いんで、今回はちょっと癖の強い特殊技、通常技、タローショット割と起きて強そうですけどね。対空強ブーメラン反応できればいいんだけど、難しそうだな。シャガコアにカラキャンとかできたら面白かったんですけどね。うん、これ毎回仕込むのはまあありなのかな。そんな感じですかね。34分。うん、新キャラの中ではね、俺ウィップは結構面白いと思いますね。はい、見た目もいいですしね。うん、まだまだ新キャラ研究が必要な部分が多いですけど、はい。というわけで、とりあえず新キャラ DLC キャラ第1弾ウィップはこんな感じで、次は山崎いきます。次は山崎ですので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。